はい、皆さんこんにちは。今回の動画最後まで見ていただければ、ディズニーシーリストランテディカナレット20周年スペシャルコース、ザンビーニブラザーズリストランテスーベニアプレート付きブルーベリームースケーキ、こちらが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日はどのおパンツだと思いますか？正解はこちら。今日はめちゃくちゃ晴れています。僕の足も歩こうよと言ってるので、ディズニーシーまで歩きたいと思います。健脚ですね。人の列ができてますね。あれはディズニーストアの列です。お花が咲いてますね。手前の紫の花、楊貴妃も愛したとされています。嘘です。リゾラとすれ違いました。ご縁がありますね。リゾートライン、今日は髪の毛を巻いているようです。無事妊婦することができました。膝がハハハと笑っています。それでは早速カナレットへ移動したいと思います。フィガルズクロージアの前でチップとデールに遭遇しました。おパンツを買うんでしょうか？到着しました。リストランテディカナレット、こちらでランチをいただきます。建物がいつ見ても美しいですね。リストランテディカナレット、営業時間は18時15分までです。席に案内いただきました。案内いただいたのはテラス席。本日いただくのは東京ディズニーシー20周年スペシャルコースです。今の季節のメニューは2021年10月31日まで提供されています。こちらが料理を紹介したカードです。シーズナルテイストセレクションズ、各レストランのメニューを確認することができます。飲み物が運ばれてきました。こちらは追加で注文したドリンク、スペシャルドリンク、ミックスフルーツソーダ&ティーゼリーです。こちらのスペシャルドリンク、フルーツがたくさん入っています。フローズンフルーツなので、食感がとてもシャリシャリしています。シャリ太郎です。スペシャルドリンク、ベースは爽やかなパッションフルーツのシロップ、中に紅茶のゼリーも入っていてとてもよく合います。後味すっきりです。1品目が運ばれてきました。アンティパストミスト、ソフトシェルシュリンプ、スモークサーモントラウトのトルタ、アランチーノ、ベジタブルフリッタータ、ナッツ入りです。まずこちらはアランチーノライスコロッケです。まん丸ですね。こちらのライスコロッケ、一口で食べるにはちょっと大きいので、たぎります。ライスコロッケ、表面とてもサクサクです。オレンジっぽいソースはトマトのソースです。ライスコロッケとよく合います。ライスコロッケの中にはチーズも入っています。こちらはソフトシェルシュリンプです。殻の柔らかいエビなので殻ごと食べることができます。殻そのまま食べちゃうから。は？こちらはスモークサーモントラウトのトルタです。トルタというのはこういうやつです。上のオレンジ色のものがサーモンのムース、下には緑のアボカドのソースもあります。こちらはベジタブルフリッタータ。フリッタータというのはイタリアの卵焼きのことです。ナッツも入っていて食感も美味しいです。卵の柔らかい食感、ナッツの硬い食感、この二つがよく合います。ごちそうさまでした。2品目が運ばれてきました。カサレッチェ、パンチェッタとポルチーニのクリームソース、アーモンドを添えてです。こちらのパスタ、上にいろんな具材がかかっています。パルメザンチーズやアーモンドに加えて薄くスライスされた秋ナス、ポルチーニだけも入っています。こちらが秋ナスです。とても薄切りでパリパリしています。ナスをこの薄さで食べたのは人生初めてです。こんなに薄く切られちゃったらナスもナスすべなしです。は？こちらはカサレッチェ。カサレッチェというのはパスタの一種。19世紀頃にイタリアのシチリア地方で生まれたパスタです。とても歯ごたえがあって美味しいです。パスタの中にはサツマイモも入っています。ほのかに甘いサツマイモのお味、パスタがしょっぱいのでいいハーモニーになります。こちらのパスタ、あっという間に食べてしまいました。ごちそうさまでした。
メインディッシュの登場です。タラとホタテ貝のフリット、アンチョビオリーブソースです。こちらのメインディッシュはアイガモの香草パン粉焼き、バルサミコソース、こちらにすることもできます。まずこちらがアンチョビオリーブソースです。アンチョビなのでしょっぱい味付け、お好みに応じてつけていただきます。こちらはレンコン、先ほどのナス同様レンコンもとても薄切りにされています。パリパリしていて美味しいです。ポテトチップみたいです。そしてこちらがタラのフリット、マダラを生ハムで巻いて揚げたお料理です。周りはカリカリ、中はお魚の身がぎっしり、この2つのハーモニーがたまりません。タラも脂が乗っていてとても美味しいです。続いてソースを乗せました。先ほどのアンチョビオリーブソースです。こちらのソースをつけると味が引き締まる感じ、少し苦味が加わって大人の味になります。こちらはキノコを揚げたやつ。こちらもとてもサクサクで美味しいです。どうやってこんなにパリパリに揚げられるんですかね。さすがカナレットのシェフです。ごちそうさまでした。食後の飲み物が運ばれてきました。僕が注文したのはホットコーヒーです。もちろんお砂糖ミルクは使いません。大人ですね。最後にこちらデザートです。チョコレートプディング&マロンクリーム、ナッツ入りビスコッティ添えです。とてもおしゃれなデザートですね。こちらはスパイスです。シナモンなどの香辛料が入っています。お好みに応じてつけて食べるシステムです。こちらはマロンクリームです。マロンクリームの上にはブルーベリーやチョコレートなども乗っています。いろんな食感を楽しむことができます。こちらはナッツ入りビスコッティ。ビスコッティというのはイタリアの伝統的なお菓子、二度焼いたという意味で、ザクザクした硬い食感が特徴です。そしてこちらがチョコレートプディングです。ご覧の通りミッキーの形になっています。こちらのチョコレートプディング、このまま食べるわけにはいかないので、たぎります。チョコレートプディング、めちゃくちゃ濃厚です。甘さは控えめではなく、ちゃんと甘いです。先ほどのマロンクリームを乗せました。チョコとマロンもよく合います。甘いデザートと大人のコーヒー、一緒にいただくと最高に美味しいです。ビスコッティにも乗せました。下はカリカリ、上はプニプニ、正反対の食感ですが、一緒に食べるととても美味しい。カナレットのシェフにご挨拶に行きたいですね。こういうのは最後に食べ派です。ごちそうさまでした。ベネチアンゴンドラに乗っているゲストに手渡ししたいもの、お会計伝票です。スペシャルドリンクグラス付き2180円、スペシャルコース魚4900円、合計7080円です。それでは続いてアトラクションに向かいたいと思います。やってきたのはこちら、海底2万マイルです。ネモ船長に振り回されるアトラクションです。スポンサーはコカ・コーラです。ミッションを安全に遂行するため潜航開始。こちらはネモだ。ようこそ。最新の注意を払って探索に当たってくれたまえ。慎重に調べるのだ。ゆっくりと浮上させよう。全速力で通過させるのだ。電圧を上げて撃退しろ。なんだと。潜水艇の位置を特定できるか。エネルギーの消費を最小限に抑えろ。どうだ。諸君が再びこの未知なる海へと帰ってくるのを待っている。続いてやってきたのはアラビアンコーストです。お目当てはこちら、カスバフードコートです。こちらでおやつをいただきます。カスバフードコート、営業時間は15時まで、提供はハウス職員です。ハウスバーモンドカレー。カスバフードコート、15時を過ぎてしまったので入店することができませんでした。ショックです。僕の人生は大体。代わりにやってきたのがこちら、ザンビーニブラザーズリストランテです。こちらでおやつをいただきます。ザンビーニブラザーズリストランテ、提供は明治です。チョコレートは明治。ザンビーニブラザーズリストランテ、営業時間は18時半までです。購入しました。スーベニアプレート付きブルーベリームースケーキと飲み物です。こちらのブルーベリームースケーキは2022年9月3日まで販売されています。まずこちらは飲み物、僕はコーラを注文しました。コップも20周年の記念デザインになっています。とても可愛らしいです。
こちらがスーベニアプレートです。20周年タイムトゥシャイン、こちらのロゴとキャラクターたちが描かれた可愛いデザインになっています。サイズはこんな感じです。プラスチックのスプーンと比べて直径は若干長め、コンパクトなサイズです。こちらが裏面のデザインです。裏面にも20周年のロゴが描かれています。それではブルーベリームースケーキをいただきます。こちらのブルーベリームースケーキ、中にはゼリーが入っています。こちらはラズベリーゼリーです。色合いがとても綺麗ですね。ブルーベリームースケーキ、とても滑らかで美味しいです。しっかりとブルーベリーのお味、視力が良くなりそうです。僕の視力は 0.1 ですが、帰る頃には 1.0 かもしれません。生クリームともよく合います。こちらがラズベリーゼリーです。酸味があっていいアクセントになります。ブルーベリームースとラズベリー、こちらの2人も付き合ってると思います。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。最後にやってきたのはこちら、トイストーリーマニアです。スコア29万点を下回った場合は1週間ミニーのカチューシャをつけて生活します。はい、ということで今回はディズニーシーリストランテ・ディ・カナレット20周年スペシャルコース、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ、スーベニアプレート付きブルーベリームースケーキ、こちらをご紹介してきました。今回の内容が少しでも皆さんの役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。アプリで音声配信もやっておりますので、ぜひダウンロードの上聞いていただけると幸いです。それでは最後にカードを1枚選んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。